チャオ、あっちゃんです。今日は8月の30日、あっちゃん家のお昼ご飯は、餅でピザしようかなと思って。これね、年末に福島のね、会津の餅を取り寄せたんで、ちょっといいお餅やねんけど、これがね、今月31日まで、明日までやねん、賞味期限。これ使って、餅ピザにしたいと思います。これね、本格的なお餅やし、美味しいねんね。まあ、ちょっとこれもったいないかなと思うんだけど、ね、お正月食べよう思って買って、で、結構ね、2袋入っとったんで、1袋は食べてしもたんで、ちょっとこれね、ちょっとやっていきたいと思います。まずね、ホットプレートに湯を沸かします。で、ここにね、置いていきます。お湯は出た。400g ですね。全部でね、400g だけど、これだけ8枚です。それで、ちょっとね、湯を沸かしながらで蓋しときます。で、これでちょっと置いときます。じゃあ、なんか持ってこもっとって。ちょっと手こもこう蒸し焼きにすんだけどね。ちょっとね、こうある程度ね、こう水気を含んできたらね、裏返していきます。レンチンしてね、やっても早いんだけどね、鼻が詰まって息ができんくなってくる。まあ適当にね、蒸し焼きにしてしっとりさします。肌が詰まるわ。で、
ある程度蒸し焼きしたらね、お餅がやっこくなっていくんで、ほんまね、玉ねぎとかピーマンとか乗せたいんだけどね、子供が嫌がるから今回は野菜なしです。ありがとうございます。いっぱいコメントもって。ぽいかな。だいぶね、しっとりしてきたんで、蓋を開けます。で、ね、これをちょっとね、こう広げて、伸ばしていきましょう。もう一回裏返そうか。裏返して伸ばしてもいいや。よし。よある程度ね、こう伸びてきたら、これでいいや。これちょっと裏返して。よいしょ。よいしょ。ここにね、はい、ここは持ってきたから、これや米油を引くねんけども、ちょっと水分拭こうか。ちょっとだけね、水を拭き取りましょう。ああで、ここにね、油、米油をちょっと置いて、とろっとね、あ、髪が出てきちゃった。こう油にね、油そこに焦げたからね、焦げてほしいけど焦げすぎてもあかんからね、こびりついてもあかんから、こんな感じね、ざーっと。そしたらね、ピザソース、ピザソースを置いて、でベーコンをね、カットベーコンをザーッと置いて、チーズだーっと混ぜたら、で蓋しておきます。でチーズが伸びたら完成。
で。ご飯できるよ。もう具がないね。ピッツァマルゲリータやね。よし、もういいかな。よし、完成。食べよう。食べるよ。ピザやからなくなるよ。もうちょっとピザやね。入れ。じゃあいただきます。もう2、3時間、空気を止めていただきます。食べて、おいでや。食べたら硬くなるよ、餅やから。はい、あれ足いってんかな。食べよう。食べて。ちょっと前食べや。感じでね、もうちょっといただきましょう。これ食べてしまうよ。保険あれで固まんで、いいか。作っとる。はい、おいでよ。どうやって見えちまう。昨日も一緒やね。いただきます。あ、はい、いいか。はい、早く食べて。固まってしまったかな。なるね。これやろ、昨日食べたやつだ。昨日食べたやつはこれやろ。久しぶり。久しぶりやろ。これ昔どうやってね、お正月明けね、おもちゃ丸でしょ、もちピザにしてね。太んねん、これでも。うん、アジオも調子は。あのね、もち米 100% 炭酸持ってたね。もう一個？もう一個？もう一個。
ちょっと置いていい。これ、どこに溶けんで、溶けんじゃん、固まんで。ちょっと、疲れてる。目疲れてるねって。うん、おいしいね。失敗するとね、餅が焦げちゃうね。うまく焼かんとね。昼からライブしようかな。一応もう今日の予定は終わっとんねん。動画撮らなあかんな。トーク動画をちょっと撮って、朝から動画撮られんかったからね。結局金曜日切るだけ。うん、おいしい。ということで、あとはね、子供が食べてくれるでしょう。はい、ということで今日はね、もちピザ、野菜入れへんかったんやけどね。また今度本場は玉ねぎとかね、ピーマンとかいろいろ入れたいねんけど、子供が嫌がるからね、こけなしっていうことで、うん、はい、今回は会津の、お餅を使って餅ピザをしてみました。はい、くっついとり。それでね、あとまた光るんとりょうとで食べてくれるでしょう。はい、ということであっちゃんはこの辺でごちそうさましたいと思います。美味しかったです、ごちそうさま。ということでね、いいお餅使うとね、餅ピザも美味しいね。はい、今日はこの辺で終わりしたいと思います。今日のあっちゃんの、お昼ご飯ホットプレートで簡単餅ピザでした。よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。